第2弾です。今映ってるのはね、マーク X130K シリーズね、前期中後期対応のスカフプレートです。今ね、ちょっと裏返しにしたのは、ちょっと、アルミテープついてるんですけども、この端っこね、端っこちょっと隙間空いてるんで、ちょっと、ダイソーの瞬間接着剤を流し込みました。全部ね。で、今乾燥中です。あと、ちょっとクオリティが悪いのが、このアルミプレート。全部歪んでます。どっちか。まあ、真ん中も、ああ、危ないな。どっちか、この片っぽ。片っぽ、どっちかが、曲がってます。非常にクオリティちょっと悪いですね。なかなかちょっと直らないんでね。くそ、中国名、中国の選手したらあかんけど。もうちょっとなんかならんかな、商品管理。あと、こちら電源コード。4種類ね、4つあるんで、カプラー同士挿して、あとドアのスイッチですね、裏側。あそこに、プラスマイナス、結束して、そして完了ですね。で、ドアを開けると、マーク X という文字が浮かび上がります。一応もうプレート貼っちゃったんですけどね、こんな感じです。白と青が LED ありまして、自分は白を選びました。青はあんまりね、ちょっと得手じゃないんで、多分ここの間からも結構綺麗な白色が出るんじゃないかなと思います。まあ一応これ購入したきっかけはドレスアップですね。と、あとは乗り降りするための、する時のあの傷防止にどうかなと思って買ってみました。ヤフオークションで税込み4980円。で、送料無料です。あとなんかね、もう一種類なんかレイズとかなんかここら辺に入った文字がありましたけども、それはちょっと買う気になりませんでした。あと 120K、130K 共通用のパーツとしてこいつも出てましたけども、120K と130K 合うのかどうかわからなかったんで、130K 用に買いました。あとこれデメリット。デメリットばっかりやな あとね、こう見てもらうとわかると思うんですけども、両面テープ。この黒い、なんつうんだ。収縮チューブつうんかな。これに対して、両面テープが足りていない。高さが合わない。わかりますかね。カメラじゃちょっとわからんかな。こんな感じ。だいたい2、3ミリ足りません。真ん中はいいんですけども、端っこですね。両端。あと、手前側はだいぶ持ってあるんで、つける必要はないと思います。全部片方。これもね、こっち前側。今映したのこれ後ろ側ね。これが、前になります。前も見ていただくとわかる通り、こんだけ。だいたいこんだけ、すきません。黒いの見えますよね。こんだけ1ミリ、2ミリ、やっぱ合いません。で、反対側、バカみたいに、もうてんこ盛りです。で、こっちもね、ここついてないんですけども、ここもつけた方がいいと思いますね。一応念のため。防水用に。もちろんこっちも足りません。2ミリぐらいね。ここも、持っていきたいと思います。まず、全部。